はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、まもるです。はい、ハンテッド。パート8ですね。8です。はい、ここからですね、悲しみの井戸ということで、カジュアルでいきます。いやー、あれですね、また大雪ですね。すごい、なんかあれですね、外の屋根のつららがすんごいことになってます。はい、ダベットダンジョン第2章。やっとごとちょく、のんびりやね。確かめてから飛ぶの順だぞ、エラーラ。何度言わせりゃ気が済むんだ。はい、終わりよければ全てよしということでね。おっと、コウモリですか。ちょっとビビりますね。見ない方がいいわ、ジャドック。ここはクモさんたちがちょっとだけ作っちゃってるみたいよ。やったね、最悪だ。ジャドックは虫だけじゃなくてコウモリも嫌いじゃないようですね。全く苦手なものが多い。まさしく太古の迷宮だな。じゃあ早速狩りのお時間。誰か助けて。ダメットの住人だ。何を待ってるの。テレビの仕事を済ましょうよ。信じられない、この世界にまだ英雄が残っているかも。ここはさっき行った場所ですね。置いた。デッドストーンを使います。私は愛する者たちをオーガーに皆殺しにされたんだ。だからここに降りてきた。奴らを殺すために。そしてこの広間で無数のオーガーどもを葬った。我が肉を切られてもなお私は殺し続けた。やがて静寂が訪れ、自分だけが立っていたが、我が傷もあまりにも深すぎた。我が戦いを継ぐ者よ、忌々しいウォーガーどもを殺す者よ、炎が永遠に降り続ける場所に立て。我が戦利品の隠し場所が見えるだろう。役立ててくれ。もちろん役立ってるさ。もう多分持ってますけどね、戦利品は。はい、いましたね、助けて。いますね。
体づけましたね。これ住人は救われた。これ火の垂れる場所に立てって言ってましたよね。こいつは妙だな。ここがいけるってことか。これもうしばらくやってないんでね、ちょっと何があるか忘れました。ああ、ありましたね、戦利品です。まあでも私は元ってるんで関係ないですね。さて先に進みましょう。スナイパーかな。光のパワー浮いたい。こんなところですかね。罠か。してやられましたね、このバカどもに。まあ倒せやいいことですが。さらに強くなる。来ましたよ、二刀流。進みますか。まあ、あの皆さんはね、待って、キャロック、貴重なものは置いていきたくないの。まあ、いいでしょ、もう取ったんでね。あの皆さんはこの用語特会の扉あるんでね、そこを進んでください。そうすればあの、まあ、戦利品など回収できるんで。
コーヒーで。エラーだ、こっちだ。よし。お安いご用よ。すごい、全く見えない。隣来る死の恐怖、死の死を見たとしても、暗闇では信じるべきものが何も見えない。何を信じればいいのか分からない。何かが動き回るわけならしないが。したとしたら、暗闇を動き回る電池は苦手なんだよ。そこに火をつけろ。言い訳を探してもダメだぜ。喜んで。妻がいつも言ってきた。あの洞窟は危険なのよと。そんなはずはない。時々コウモリが出るくらいだ。危険などあるはずないと、いつも走らせていた。影の中に邪悪な存在が隠れていようとは思いもよらなかったんだ。最初はまたコウモリかと思ったが、首に噛みつくれて違うと気づいた。闇に飲まれる前に走り抜けた方がいいな。もうデッドストーン、ちょっと何言ってたか分かりませんでしたね。もうついてますね。おっと、エラーラに乗っかっちゃいまして。はい、で、まずこれどうやって火つけるんでしたっけ。まあいいや、このまま走り抜けましょう。見えない、全く。まあでも道は だいたい分かります。だいたい、はい、来ましたね。ちゃんと暗い、何も見えない。このまま下降りていいんですかね。あ、降りていいみたいですね。マジで暗いですね。ナイフポーションはいくつあってもいい。ウォーガーどもがこっちに捕虜を連れてきたとは思えんな。けど調べてみれば何か別のものが見つかるかもね。気をつけて、シャドック。ここはあれですね、進むところと違いますね。まあ、ちょっと時間がかかるんで、腰をまっすぐ、腰をまっすぐ、先進ませてもらいます。コウモリか、他にも嫌なものがいそうだね。まあ、宝とかなんてね、あそこにあるのもう。こっちだ。はい、ということで、まあここで一旦終わりにしたいと思います。はい、それではまた。